まい。しかしね、今日は朝からそんな寒くなくて、見る方もいいですよね。これね、天気がいいし、まあ昨日の雨とは打って変わってね、天気をね、紹介していこうかなと、ライブも見ながらね、紹介していこうかなと思っておりますけども、スッシュルかな、今のは。さあ、グラハム、さあ、そしてインサイドは西原とも。さあ、そして赤いセバンセール、こちらがダニエル・ブラッチェ。さあ、セバンセールスターボード。さあ、その後ろがグラム、グラム・イディ。さあ、そこはエアリアル・ミニ。さあ、後ろ、その後ろはニール・プライド・ジェミー、タイソン・プラまもなくヒントがスタートします。さあ、ただいまヒントスタート。さあ、ヒントがスタートしました。さあ、いよいよですね、来ました。まず早速、さあ、後ろでこれダメになったら誰だこれ。どうやらグラムイジが、さあ、いいセット取ったかな。さあ、この波はどうでしょう。お、3が嘘だ。さあ、グラハムが自分のいい時の絵、さあ、映していきます。さあ、下の方までつながっているが、さあ、これはどうした。さあ、薄いところへリップ。さあ、すぐに見ますよ。さあ、さあ、インサイドまで。さあ、わー、クリーンメイク、軽い感じ。さあ、さすが先生、グラハムが好印象を与えたかな、これで、ね。さあ、神山、さあ、石原とも。さあ、フランシスコの波はどうだ。うわ、さあ、褒めてきたぞ、エアリアル3。さあ、フランシスコも決めてきた。上側、上側のマウイステール、こちらがカミュー、カミューバン。わー、かっこいい。さあ、キレキレー。これはちょっと何でしょうかな、最終的に。
さあミドルセクションとなると、さあピッターピッターフェザーです、エアフィアル軽くパチンと当てた感じ。さあ後ろはさあ長松選手のエア、さあ野口選手は掘ってくる、ああ掘った選手はこれは決めるからした。さあこれはリスキーなところを攻めた。さあそしてグラブ、グラブ1、うわー、さあ3キックで持ってきた、これは奥の2人。さあそしてその後ろカミーグマン、さあカミーグ、さあ前の方に風下の方に、さあ合わせてきた。赤いセダンセール、赤いセダンセール、こちらはダニエル・グラッチェ。さあダニエル、おタイソン、ここはエアー、あー軽々とね、各選手エアーを合わせてきます。さあこの赤い先生はさあダニエル・グラッチェ、さあダニエル、さあ昨年の今年度のウェブランキング、 PWA のウェブランキングは第5位、さあもう上位常連です。カミール、おー、動いた、あーすごいな、そうね、さあそして石原選手、ちょうど正面、こちらはダニエル、さあミドルセクション、さあここはエアリアル順に3人が回ってきた、パッチ選手、さあそしてその後ろがビクター・フェルナンデス、さあ元橋選手の投げはどうだ、さあミドルサイズ、さあ下の方にタイミングが合わせて、ここはエアー、回転時間がある、その後ろビクター、ドライブ、さあこれはゴイラを狙ってきたのかな、さあこの波はどうかな、少し軽めですが、お、掘れてきた、おお、これストレス、こちらはカビュー、さあグラブイニー、ここもあったカレーリー、さあ簡単に決めますね。さあそしてダニエル、さあダニエルが真正面、赤いセダンセール、さあそして神川、タイソン、タイソンツアーニールスライド、ここもエアリーに合わせてきた。さあフランシスコが、フランシスコもこれは仲間のサイズがあるぞ、さあセールが消える、さあ日本勢も頑張っております。さあその後ろグラーブリッジ、さあブルーのウジンテール、バックサイド360、さあこれはね波では戻れませんでしたけどね、しっかりと立ってますね。さあ素晴らしい、さあ神奈川にフランシスコ、さあボヤセールグリーン、イエーイ、さあホレホレのところを攻めていく、その後ろが本橋選手、本橋選手の波もこれは掘れてくるかな、さあなかなかのサイズがある、そしてこの後ろがビッターかな、さあ本橋選手はウェブ、さあプルアウト、さあビッターの波はどうでしょう、さあエアー、その後ろが小林優馬、小林選手、そしてその後ろがタイソン、そしてダニエルも乗っている、さあ神谷のミールプライドがタイソン、そして赤いセバンセルがダニエル、さあレギュラーの波を乗り継いでいきます。さあまだまだね時間の方は十分あります。さあそしてフランシスコ、その後ろさあ長松プロ、さあ長松選手、うわあフランシスコ、
当ての動き、さあ長松選手のいいところに当てていく、さあローラーコースター気味、みんなに乗ってそうだ。まずは手前のノーステール、さあエスターベルなんです。さあウェーブチャンピオンになったことになります。おお、すげえ。さあギリギリのところ、ギリギリのタイミングのところを攻めていきます。さあ神奈川でバックルーク、ワンド、さあそして届く前、おお、さあグラーブかな。今インサイドで肩スライドを決めたのかな、アミさん。入ってきたのが石原選手、そして神山がタイソン。さあヒールスライド、さあまずはタイソンが決まったところ、おー、これはきれいにきれいに飛ばしてくる。さあ石原選手もリップ、さあさあここはリップ、少し壁が足りなかったか。さあそして野口選手、野口選手も髪があるウェーブライディング入っている。さあスプレーをきれいに飛ばす。さあ奥の方、長松選手、さあ小林選手、さあ波が荒れてくるぞ。うわあ、おお、あらららら。さあ広田の、さあそしてタイソン、上川にヒールスライド、あっとちょっとノーブラックしてしまった。ロヤテール、ロヤボールをクッとしてる。さあ手前側のブルーのだったらこちらが石原選手、ビッターベルなんですが、いい波につかまったようだ。さあこれはうまくリップにタイミングを合わせて、さあプレーを飛ばす、その後ろ、さあオレンジのガストラ、野口選手、さあこの下側にはカミール、さあクワトロ、ちょっとね、ちょっとの波が消耗状態だからね、ダメルが見えるかな、掘ってくるか。さあ、遅れてのタイミングで、これは君に合わせてきた。さあ、神川、小林選手、さあ、日本のね、若手のホーク、正面、わあ、さあ、ワンハンド、さあ、ビーター、さあフランシスコ、フランシスコの波がどうかな。さあその後ろにデザイトが入っている。そしてその後ろグラーブ、さあグラーブの先頭はデザイト、さあグラーブの波がいい。おー、さあバックサイドスリーシスコ、そこで持ってくる。さあ神谷の島、こちらは本橋選手、本橋選手の波を掘れてくる。さあビンスター、ビンスターはどうだ。さあインサイド、ヒールスライド、ベンディ、こちらがタイソンツアー、お、タイソンも本橋スライド、さあそしてその後ろグラハブイキ、さあビンスターフェルナンデス、さあこの波はどうでしょうか。わあ、のところまだビータローはね、波に乗ってますね。さあそしてこの後ろのカミユ、さあカミユもいろんな技を見ているが、さあちょっと踏み入れを切れながらね、リッピング時間の間にどれぐらいセットの波が入っているんでしょうかね。さあダニエル、ここでね
する。さあ、ノブス選手もウェーブ。さあ、ノブス選手もウィーナーに捕まえたかな。この辺はどうだ。この後ろもラブサイドありますね。さあ、ノブス選手。さあ、中盤戦、ここは何を取ってくるか。あ、ちょっとタイミングが狂ったか。さあ、壁の方が少し足りなかったかな。さあ、グラーム。グラームがまた波に乗った。わわわメイクかっこいい。さあそしてその後ろ、さあタイトン、さあグラハムが、さあウィーナーに乗ったかな。さあここはなんか大技を持ってくるのかな。そしてその後ろフランシスコ、さあフランシスコもウィーナーに乗っている。さあまずはカムユから、エアリアル。さあフランシスコは深いターンから、さあこのレギュラーの波乗り繋いでくる。さあそしてさあ並ばってる。おお、ここもカリッカリのところが来る。そして小林選手もリーダーに乗ってきたかな。これはなかなかの波だ。ホールド、わーメイクした。さあラストスパート、そしてビクター、ビクターはこの後ろ波に乗ってきた。乗っているファナティック。さあスプレーを飛ばす、イエーイ。いやー実にリズミカルな動きですね。残り時間30秒。さあバックサイドはタイソン、ミールプライド JT、 その後ろクワトロ、カミュー。さあ残り時間20秒。さあフローター、8 7 6 5 4 3 2 1さあ、ということで30分間のウェブセッションが終了いたしました。さあ、それではですね、皆さんね、ガラムテントの方にね、投票がありますからね、投票用紙がありますから、投票の方よろしくお願いいたします。わあ、こちらの方にね、ボールペンと投票用紙、わあ、回ってください。後ろの方ね、自動販売機の方から、アプローチしてください。ワンハンド、あらら、さあ投票によってね、また抽選のね権利がまあ得られるということなんですけれどもね。まあ、あのなんか噂によると家族でございますからね、日本人の人が、ね、投票している日ですからね。さあかけ終わった方はね、線の方を戻してくださいね。線の方ね、そんなに本数ありませんのでね、かけ終わりましたら線の方を戻してください。さあ、どうかな、これね、休憩楽しみですけどもね。さあ、やっぱりね